はい、前川です。いつも動画をご覧いただき本当にありがとうございます。今日はですね、とある、治療院業界のコンサルタントの方と、まあ、約1時間ですね、初めてお会いして、まあ、いろいろ、今までどうしてきたのか、今後どうしていこうかという話をですね、してきたんですけども、まあ、すごい面白いことがあって、いや僕前川先生のスタイルを、目指してやってきたんですよっていうふうなね、すごい嬉しいことを言っていただいたんですね。で僕ね、最近いろんな治療家さんと会う機会が増えてきてて、会うんですけども、よく言われます。なんかずっと見てましたとか、会いたかったんですとか。で、言われるんですけども、絶対に違う人の塾行ってるんですね。なんでやねんと。そんなに、こう、ちょっとまあ、ちょっと偉そうかもしれないですけども、尊敬してくれてて、憧れてくれてるにもかかわらず、なぜ他のセミナー行ったんかってすごい気になるじゃないですか。だから僕みんなに聞くんですよね。なんで来なかったんですかって聞くと、面白いもん、大体、なんか募集してたんですかっていうふうなこと言われるんですね。なるほど。まあ、これ僕ね、いつも言ってると思うんですけども、結局のところ知られてないんですよね。知られてない。まず存在を知られてないっていうのもあります。僕の場合は存在してくれたけども、そんなんしてるっていうのを知らなかったっていうふうなこと言われたんですね。だから募集してないと思われたんですよ。前川先生っていつやりだしたんですかみたいな。ずっと動画見てましたけど、そんなんなかったですよねっていうふうなこと言われたんですね。まあそうなんです。やってなかったんですよ。まあそれでなんですけども、なので今日は一体何を言いたいのかっていうと、毎日毎日ね、患者さんに売り込みをしてますかってことなんですよ。売り込むことが、嫌がられることと思ってるかもしれないですけども、相手はもしかしたら何か探してるかもしれないですよ。あ、この治療よりもっといい治療ないんかなと思ってるときに先生から、実はこういう治療があって1回受けてみませんか、値段は 1.5 倍のこの値段なんですけども1回受けてみませんかって言われたら、ちょっと受けてみようかなって思う方がもしかしたらいるかもしれないですね。もしかしたらいるかもしれないですね。僕はそれをちょっと今日すごい痛感したんでシェアしたいなと思いました。で、今ね、入ってくれてます塾生の方でも、この前ね、セミナー売れた先生がいてるんですよ。セミナー、10人ぐらいに売れたらしいんですけども、ほう、なんで売れたんかって話なんですね。売ったからなんですね。売ったから。今までは売れないと思ってた。でも今回まあ売れても、売れたらラッキー、売れなくても問題ないということで、売ってみたんですって。そしたらですね、売れてしまったんですね。これで半年間ですね、何十万かずっと入ってくる状態になってしまったんですよ。これってすごい嬉しくないですか？その、まあ、10万だったら10万、10万を全て広告費に回せるわけじゃないですか。これって本当にすごい大きな収入源になってるんじゃないかなと思います。なのでですね、ぜひあなたもですね、何か持ってると思うんですよ。売れるもの、求めてくれる人がいるようなものを持ってると思うんでね、ぜひそれをね、早い段階でリリースするようにしてみてください。そうしないとですね、他に取られていっちゃいます、僕みたいに。はい。そんな感じですね、今日は終わっていきたいと思います。ではまたですね、次回お会いしましょう。さよなら。